ここ。国防軍基地？どうしてこんなところに？確か私はサンサンロードで。時坂君、みんなは？こうちゃん。しおりさん、あれ、ひらぎさん。ヒイラギさんは信じてるんだね、みんなのこと。ううん、こうちゃんを。そうかもね。何の保証もないけれど、それだけは絶対に裏切らない、そんな気がするの。自分でも不思議なくらいだけど。今までいろいろな事件を一緒に何度も乗り越えて、きっと言葉だけじゃ言い表せないことがたくさんあったんだよね。ちょっとだけ羨ましいな。しおりさん。あ、ごめんね、そんな場合じゃないよね。とにかくなんとかこうちゃんたちと。え？何か、何ですって？どうして私たちを？それにこの異界の気配は。また来る。下がってしおりさん、ここは私が。第一拘束術式解放。まずは関節を破壊するわ。行くわよ、エクセリオンハーツ。はっ！はあ！はっ！
まさか。しおり、こんなところにいたんだ。って、どうして術式が。まさか操られているのか。さすがは近代兵器の粋といったところね。でも、これで強靭の剣、アイスクルノバ。さすがに手強かったけれど、怪我はないわね、しおりさん。私は平気。ありがとう。よかった、ヒイラギさんがいてくれて。コウちゃんも今までこんな気分だったのかな。私も今改めて彼の気持ちが分かった気がする。あなたを守りたい。いつだって彼の真ん中にはそれがあったんでしょう。だからこそ幾多の苦難も因果すらも乗り越えられた。やっぱり眩しいわね。そうだよね、ヒラギさんも。あ、ヒラギさん、まだ動くみたい。復活したですって。く、二人とも。今の体力じゃ。逃げて、しおりさん。しおりさん、ダメよ、一人で。そんなのできないよ。一緒に逃げるの、ヒラギさん。私、もうコウちゃんを悲しませたくない。何があっても。しおりさん。しおり！せいや！とどめだ！だ！完全に機能停止したようだ。なんとか間に合いましたか。やれやれ、兵器相手にめちゃくちゃするな。はあ、ったく大した奴らだぜ。でもこれで大丈夫か、アスカ。しおりも、怪我はない？こうちゃん、リオンちゃんたちまで。どうやら、探す手間が省けたみたいね。
とりあえずは無事みてえだな。ったく、無茶しやがって。でも、よかったです。これでようやく全員集合ってところだな。現れやがったか。僕のおもちゃ壊されちゃった悲しい。代わりにもっと遊んでよ、お姉ちゃん。しおり、こいつは、アスカ、しおり、こうちゃん、時坂くん、ハーミットシェル、結界よ、よっ、えい、それ、交代します、砕け散れ、やー、とどめ、つかんだぜ、はっ、せい、せい、砕け散れ。レベルアップです。タイミングを見極めましょう。助かります。
交代しまえい、それハーミットシェルよっ、えいはっ、えいやっはっはっ、交代します、いくぜ、せいや、みんなファイトだよ、はやっ、いいな、まだ決めるからありゃすね、せいや、あくまでも冷静にだと来たから俺たちも全力でサポートする、おお、くらえ、とどめ、ああ分かってる、頼むぜみんな、おととい来やがれってんだ、はっ、あとはお願いします、はっ、チャージ完了、しますね、ハーミットシェル、はっ、ああ、えい、ターン、やっ、やっ、ターン、えい、上手に使ってね、はっ、やっ、厄介ですね、よっ、はっ、行きます、お、宝箱だ、はっ、結界よ、輝け金色の魔弾、やっ、はっ、行きましょう、はい、ごめんよ、主人、サード、やっ、掴んだぜ、なるほど、厄介ですね、結界よ、えいよ、ここです、はー、頼みます、援護します、はー、せっ、やっ、
エルドラド。結界よ。厄介ですね。するぜ。せいや、せいや、アンカースライド変わります。交代します。行きます。惜しいな。これはいいものみたいだよ。ええ、ハーミットシェル、一気に駆け抜けましょう。ハーミットシェル、やったー、やっ、よっ、よっ、やっ、よっ、やっ、よっ、よっ、はっ、
よっほっほっ、行きます。よっ、終点が近いみたいです。とっとと奥まで駆け抜けるぞ。じゃあそれで待っててくれ二人とも。結界よ、ここです。はあ、頼みます、援護します。はあ、せいやっはっ、カオスエルドラド、掴んだぜ。倒しきれませんでしたね。ハーミットシェル、ハーミットシェル、えいさあやっ、ハーミットシェル。なんとか倒せましたね。えいっ、ジャンプ貫け、えいっ。わあ、いいものみたいですね。皆さん、お疲れ様でした。は見出せるわ。私たちはいつだってそうしてきたのだから。心配しないで、私ができるだけ時間を稼ぐから。そうすればきっと、うん、アスカ、しおり、おい、やべえぞ。こう受け取れやすか。はあ、悪い、待たせちまったな。もう大丈夫だ。二人ともよく耐えてくれました。話は後だ。心得先生、クラシックを。はい。どうやらかなりのレベルの怪異みたいだね。何が相手だろうが関係ねえ。はい、私たちが揃ったからには。ここから反撃だ。全員で一気にぶち倒す。行くぞ、アスカ。ええ、トキサカ君。あとは任せたぜ。任せろ。
ここだ。任せたぜ。援護するわ。はっはっ、やった。クリムゾンレイド交代するか。今よ。はっはっ、やった。頼みます。畳みかけるぞ。クリミナルブラッド。凍えなさい。さあ、まだまだ行くわよ。これまで。チャンスよ。撃破完了だ。やりました。ああ、これで。コウちゃん、大丈夫？コウちゃん、怪我とかしてない？しおり、ああ、この通りだ。つうか完全にこっちのセリフだろう。心配かけさせやがって。こうちゃん。アスカも本当に無事でよかったぜ。ありがとな、しおりを守ってくれててよ。当然のことをしたまでよ。ありがとう、時坂くん。みんなも駆けつけてきてくれて。いいえ、来ると思っていたわ。うん、本当に柊木さんの言う通りだった。やっぱり羨ましいな。あ、何の話をしてんだか。ま、多分俺一人じゃ難しかっただろうが。亮太やみんながいてくれたからな。コウ先輩。足りねえだっての。まあ、なんとかなったし、結果オーライかな。よかったね、コウ。柊木さんもしおりちゃんも。これで一応は目標達成ってところか。ええ、あとはまた何かいる。そこ。バレちゃった。あ、あの子は。お、お面のガキンチョ。く、そんなところで高みの見物してやがったのか。状況はつかめたわ。あなたが今回の事件の裏で糸を引いていた存在みたいね。次は何して遊ぶ？この後に及んで肝の据わった小僧と言いてえところだが。
もう遊びは終わりだ。子供を叱るのは大人の役目、義務を果たさせてもらおうか。ああ、もうとっくに容赦するつもりはねえ。とっとと俺たちを元の森宮に返してもらうぞ。戻ってきたようだな。ええ、皆さん無事みたいですね。ですが、おい、こうどうなってんだ、あのガキンチョの顔、ありゃどう見ても。ああ、多分間違いねえんだろ、時坂君。確かに昔のコウ先輩の姿でした。どこかそんな気はしてた。でもまさか。なんだっつんだ一体。当の小僧はまた雲隠れしやがったみてえだが。だったら今度もホロスで。プロセス完了、反応なし。なんでさっきは。どうやらホロスまで禁止されたみたいですね。まずい状況だな。ちょっと待って、もう追いかけられないってこと？それじゃ、私たちはどうやって元の世界に帰るわけ？大丈夫。まだ、そんなに遠くへは行っていないみたい。しおり？おい、それって…居場所がわかるのね。うん、多分だけど。あっちかな。あの子はこの先に向かっているみたい。あ、しおりちゃん、君は。とにかく今は行ってみるしかあるまい。ええ、しおりさん、案内をお願い。
いつは。ゲート、なんて巨大で禍々しいオーラ。影の森宮、まさかこんなものまで現れるなんて。今まで見たどのゲートよりも凄まじい気配を感じるわね。はい、近くにいるだけで押しつぶされてしまいそうな。まさしく魔の領域か。しおり、間違いない、あの子はこの奥だよ。どうしてそんな。そういえば基地でも。ごめんね、私にもよくわからないんだけど、でも感じるの、あの子の存在そのものを。そうなのか。ああ、一体何が何だか。とにかく探索を開始しましょう。今度こそ全てを終わらせるために。ああ、分かってる。 XRC も全員揃った。その上、ジュンも、リョータもいる。この先に何が待っていようが、恐れるもんは何もねえだろ。こうちゃん、ヒラギさん。まあ、否定はしないかな。これだけのメンバーが集まりましたし。はい、何があってもきっと乗り越えられるはずです。さすがに何も怖くねってわけにはいかねえが。まあ最初の時より心強いのは確かだぜ。みんなでここに戻ってこられたのも主の導きだろう。早く片付けて戻るとしよう。本当の待ち合わせ場所にね。うん、ステージだってなんとか間に合わせないといけないしね。ふん、祭りに水を差された礼はきっちり返してやらねえとな。みんな。ふん、揃いも揃って頼もしい限りだ。こうちゃん、みんな、私もどうかついていかせて。しおり、お前足手まといなのは分かってる。でも今回の一件は最後までこの目で見届けないといけない、そんな気がするの。しおり、覚悟はあるみたいだね。わかった、無理だけはすんじゃねえぞ。大丈夫、しおりさんは私たちが必ず守り抜くわ。ああ、安心してくれ。って俺が言うのもなんだが。ううん、頼もしいよ。ありがとう、みんな。一緒に頑張ろう、しおりちゃん。一度突入すれば後には引けまい。今のうちに改めて市内の様子を確かめてみてもいいかもしれんな。ああ、万全の準備を整えるとしよう。準備ができたら突入するぞ。